髪の毛あります。ちょっと根元が色が変わっちゃってるから。スタジオじゃないお家です。魔界さん正解ありがとう。三田さん短冊か、え、短冊のもう好きか。短冊ありがとうございます。やっほー。たくやぎさんも MK さんかわいい、ありがとうございます。なんかここね、クローゼットっていう電気があるの。眠くなるよこの音楽。よいしょ。6623フォローしましてありがとうございます。音楽下げる。これぐらいどうやろうか。若井さんキラーありがとうございます。高木さんもハートありがとう。里のりさんフォローしましてありがとうございます。そうクローゼットの前で配信してる。なんとなく。ヨットさんはじめまして。初見さんやっほー。ひのにゃんまるさんこんばんは。はい、ありがとうございます。大阪どうでしたか。そうですね、7月1日2日って2日間連続で対バンをやらせていただいたんですけど、すごい。7月1日アナさんと対バンで、7月2日は大阪の企画ライブになんと呼ばれさせてしていただきまして、対バンライブをしてきました。いやー、なんだろう、2日連続でライブってさ、まあ2日目が県外やから朝早く起きて2時間ぐらいしか寝れてなかったっていうのもあって、すごい疲れてたのか、昨日はやることをやってもうすぐ寝てました。ずっと寝てた。自分が思ってる以上に疲労きててびっくりしちゃった。来てくださった方々ありがとうございました。もう昨日はそう、もともとは15時までって決めてたんだけど、全然、一応15時ぐらいに起きて、14時まで寝て、15時から17時でやることを予定入れてたんですけど、やることはやったので。そう、そしたらもうなんかもう本当にいつの間にかまた寝てみたいな。いやー、久々でしたねこんな昼。たばにゃさんお疲れ様ありがとうございます。インテリアクザさんも短冊ありがとう。スペースゴーさんもバラありがとう。お好み焼き食べた？いいね。食うのは帰りの駅近くの串カツだけ食べて帰りました。特に何かやったっていうことは何もないんですけど、ご飯だけ食べて速攻帰って寝た。同じく一緒。いやー、でも楽しかったね。楽しかった。すごく。ちょっと昨日さ、寝るときさ、クーラーつけっぱい寝たからさ、鼻水やばくって。ちょっと汗汗。
こんばんは。ね、体調崩さんようにせなあかん。大阪また来たい。行きたいじゃない、行きたい。なんか大阪でワンマンしてみたい。くにゃんさんはどんどん美人になりますね、嬉しい。ピース、こんばんは。こんばんは、はやちゃん、しっかりありがとうございます。名古屋も行きたい。いろんなとこ行きたいんですけど、ちょっといろいろね、告知事増えてさ、まだ SNS を上げれてないから本当申し訳ないんですけれども、ちょっと上げる、本当に。で、9月にちょっと今日ね、配信をさせていただいたのは、ここでちょっと告知をね、改めてライブとかで言わせていただいたのをいろいろ話させていただこうかなと思うんですけれども、9月に福井で10、11と、10は対バンライブ、11はワンマンライブをすることに決まりました。イエイ。あとは8月の、はい、6やったっけな、ちょっと6や、8月の6日に武田真彩さんという福井県の出身の方と、あとセリカナさんという福井県出身の方と3人で、3人ともシンガーソングライターなんですけど、ライブを、対バンをすることが決まりました。それが川口であるんですけど、埼玉か、決まりました。ありがとうございます。こんばんは、ふう、ありがたいですね。東京の川口か、ん、埼玉？ボングさん、最高の、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとね、10月にも今までなんかフリーだからこそできることみたいな感じなんですけれども、ちょっと一個面白いイベントも入ったりとか、でも10月まだ告知できないんですけど、 10月ね、このまま行けばきっと大丈夫であろう。遠いところも予定してたりとかあるので、ちょっと楽しみにしててください。なんか路上ライブをさ、7月からやりたいって思ってたけどさ、でもまだ7月があるから、まだ7月中には1回やりたいですよね。そうなの。今日何日やったっけ、あ、ん、7月4日か。路上でやりたいんですけども、楽しみにしててください。とりあえず10月の22もう開けといてねだけお伝えしておきます。
ロングさん、いいねファイトありがとうございます。こんばんは。ちょっといろいろと告知事増えてきて、あちこち行くと思うので、オフィシャルサイトのスケジュール見てもらえたら。とりあえず22日開けといてって感じですね。22日ももうですね。池様さん、ハートありがとうございます。でも一番はやっぱり福井のワンマン来てほしいなっていうのがあるので、初めての場所でやるので、なんかそこがカフェバーみたいなところらしくって、だからぜひ来てください。インテリアクゼさん、ありがとうございます。短冊生き様様、ハートありがとうございます。なんかあるらしい、ライブができるところが。福井は泊まりで行こうかな。10、11ってあるんで。そう、なのでちょっと私もいろいろ考えながら、もう2ヶ月後とかなのでね、ちょっと違う、7、8、9、10、3ヶ月後や、違う、10じゃない、9月や。やばいやばいやばい、2ヶ月2ヶ月です。そう、7月22、8月6日、9月10日、9月11、9月24、10月22、ところがどっこい10月、その9月のやつと10月の間にもちょっと入るので、あ、待っててほしいなっていう。あと8月もちょっと対バンがあるので、まだ告知されてないのが、待っててください。いっぱいあるね、嬉しい、幸せ。たくさんたくさん、ちょっと場所をね、いろんな場所でやって、もっともっとレベルアップできるように、で隙間を見て私は音の制作の方に移っていくので、楽しみにしててください。ポンガさん、ありがとう。そのまま行ったらポテト食べてください。塩が美味しいです。食べよう、食べる。ジントニックさん、キラン、ありがとう。ジントニック食えるのが流行ってるやつ、流行ってハマってるやつじゃん。モングさん、短冊ありがとう。ジントニック美味しいよね。ジンとトニックでしょ、あとライムでしょ。自分の中での目標は武道館です。東京ドームはよりも武道館が、まあその先になっちゃうんですけどね、その前か。頑張ります。ジェントニックって漢字書ける、漢字で書けるって、漢字なんてあんの。ジンベイソ、制作費高いよね。ちょっと待ってくださいっつって冗談ですけど、でも頑張る。葉っぱ部長さん、どうも、はじめまして。ちょっといろいろ今頑張り時なので、
こんだけさ、たくさんさ、イベントとかライブが決まってるのでね、グッズもそうやし、音もそうやし、本当にじゃん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 やっていかないと後悔すると思って頑張る。そう、グッズちょっと作れないと。だよね、グッズ、そうだよね。何がいいかな。でもとりあえず来るのはトートバッグがもう洗っても洗っても落ちないぐらいも汚くなったからさ、すごい工事してんのかなすごいズズズズズって。おもちさんフォローしましてありがとうございます。こんばんは、初見さんだ。大地さん、初見です、ありがとうございます。こんばんは。あ、 T シャツも、そう、夏やからさ、 T シャツも、え、タオル欲しい、本当に。ちょっと事務所入ってた時にさ、毎度毎度最初らへんさ、ライブごとにタオル作ってたんですけど、毎度毎度いらないよなと思って、なんかね、でもてか、なんか全体的に使えるようなタオルを、超クレマって書いてあるやつ作るわ。YouTube の登録者が5000人なので武道館レベルかも。みんな来てくれるかな、登録してくれた人。友達とか入っちゃうね。工事この時間からだってさっきまでしなかったんだよ。夜の工事みたいな感じかな。キャップもいいね。とりあえず T シャツ作りたいな。今回ちょっと30分ぐらいだけ告知も兼ねて配信しようかなと思ってたので、ファンクラブの皆さんは毎月のカレンダー今日載せたので見てもらえたら嬉しいです。吸水性良いと思って、武道館は東京でしょ。大地さん、かんやん、かわいい、嬉しい。道路工事と夜？うん。ネックレスね、コラボのやつか。タカさんちら。ノトさん、単独ありがとうございます。リーナーさんこんばんは、カジュさんこんばんは、こんばんはこんばんは。超クレナです。多分これ北原ゆかちゃんにレナちゃんって呼ばれてるんですよね。なんか話しててレナちゃんレナちゃんって呼ばれてた気がするんだよね。これね、実は7月2日にね対バンした子なんだけど、ジントニックさん、デルマさんありがとう。なんかそんな気がするんだ。でも言えばいいところを何も言わず話聞いてた。ずっとレナちゃんって言って本当にじゃあそうだ、ジョークちゃんだと思われてる。今日はレナちゃんありがとうございましたって、レナちゃんのって、でもなんかなんだろう、クエナもクエナって自分でなんか短縮してさ喋ってる時とかさ、クエナはみたいな、普通の人から聞いたクエナって、え、クレナじゃなくてクエナなのってなるじゃん。もうただただ滑舌が悪いだけなんですけど、そんな感じでゆかちゃんもちょっとレナさんみたいな思ってるのかなとか、あ、ごめんなさいってなるのがちょっと申し訳なかったんで言わなかったんですけど、
お嬢様のさん、ありがとうございます。フォロー、ありがとう。発音しない系、そう発音しない系。あみだくじもりなちゃんって書いてある。あ、そうなの。あみだくじ、あ、なんかファンの人なんか載せてた気もする。あ、載せてないか。投稿か、出演順番のやつか。自分の名前見てなかった。発想で決めたいやと思いながら。でも対バンしてくうちにさ、ほんとそれぞれの個性の楽曲があってさ、ほんとあ、こういう楽曲、あ、こういうコードに行くんだとか、なんかこういう展開の曲調もあるんだとか、すごい勉強できるから楽しいんですよね。あ、こういう曲いいなとか、なんか自分なりのメロディーが出てきたりとか、楽しい。ありがたいですね、こうやって呼んでくれるのは。でみんなが来てくれるじゃん、嬉しいです。ありがとうございます。そう、ゆかさんは、ゆかちゃんはもともとピアノをずっとやってたみたいなんで、今回ピアノでって言ってて、すごい上手だった。しかもさ、すごい7月2日の配信か来た人しか分かんない感じになるんだけど、即興のやつやってやんか。で本番始まる前、そのゆかちゃんの話とか相談とかを聞いてて、そんなことあったのとか話をしててからの、そのお母さんとのね、即興のソングで舞台裏で泣きそうになってた感動してそう、そんなことがあったんです。照明漏れてる今ですか。ほんと、ちょっとさ、実は言うとさ、今日外出たので、外出たついでに新宿行って、でこの髪の毛の根元が黒っていう自分を見て、やばいと思って、ちょっともうちょっと女子力つけないとって思って、洋服と、なんでこんな話になったのよ。洋服とピアスと買ったの。暑さ大丈夫だった。なんだろう、今日曇ってたよね、だからかな。葉っぱさん、葉っぱ部長さん、フォローしました、ありがとうございます。ありがとう。可愛いピアス買ったんだけどさ、でもついこの間お姉ちゃんからさ、朝ピアス全部塞がってたって来て、すっごいショックなんだけどって LINE 来てて、あれ、私もずっと入れてないからワンチャン塞がってるなと思いながら買いました。見た目から女子力、そうだね。洋服買うときにその服着てさ、ちょっとあれ太ったってなって、全身鏡なんてさ見ないじゃん、あんまり。でちょっと震えた。なんかいろいろ頑張ろうと思って頑張ります。カレンダーの写真は本当に綺麗だよ。フライヤーにも使えるんじゃない。でしょ、その取材をしてくださった方、フォーカープラスのその方がね、すごい写真撮ってくれて、しかも宣材写真とか髪の毛、その取材の前日に髪の毛切ったもんやからさ、やからさ、なんか宣材写真変えないとってなっちゃって、で変えないといけないんですよねって言ったら、え、じゃあ撮るよって言ってくれて、
たくさん撮ってもらった。990何枚って送ってもらったそうなの、約1000枚近くを撮っていただいて、送っていただいて、たくさん撮っていただきました。パパ部長さん可愛いの、ありがとう、ありがとうね。モンゴさんも可愛いの、ありがとう。優しいでしょ。でもその990何枚からさ、そのウォーカープラスさんの取材のやつ、文とかも写真も全部自分で選ばせていただいたんですよ。文もそのまま直接話したわけじゃなくて、自分が打って送らせていただいて、で写真も自分がこれこれこれって候補出してでやっていただいたんで、ちょっとまだ見てない方はウォーカープラスさんの取材のところを、私のツイッターちょっと遡ったら出てくるので見てもらえたら嬉しいです。写真もいい選択してたでしょ。ちょっと900枚もさ、1枚1枚全部見てさ思ったんだけどさ、ほとんど口が半開きっていうそう、舞台やりたい、笑った。でも舞台やりたいと思います。でもやっぱり一歩がなかなか踏み出せない。そうなの。タイさん、お礼しましょう、ありがとう。やっほー、久しぶりや。鼻つまんで話して。でも今日鼻水やばかったから、ちょっと鼻声じゃないか、朝起きた時ちょっと鼻声た気がする。そう、舞台、でも舞台ってなったらさ、やっぱ稽古時間とかでさ1ヶ月とかほんと忙しくなっちゃうじゃん。それでちゃんとこなしてる人もいるからあれなんですけれども、なんとも言えないんですけれども、けど一番最初から普通にドンって主役まではいかないけど何かに出たとして、私できるのかって思っちゃうんだよね。だからなんか本当2セリフとか3とかそれぐらいから出たいなって思う。演技をしてる人ってすっごいかっこいいなって思うの最近。すっごく何やろか、その役になりきるやんか、それがすごいと思って。こういうのが役になりきるってなったらさ、想像つかないんだよね。そう、通行にとか、そうおはようで終わりっていうやってみたい。私アイドル時代も舞台一回も舞台やったことなくて、だから逆に言っちゃえば一回やってめっちゃハマる可能性もあるんでね。そう、でも声のお仕事もしてみたいの、いろんなのしてみたいって思っちゃう。漢字も読めないし滑舌悪いのにね。気の役どうですかじゃあ木の役だけのこうやってで立ってるやつの ライブじゃない舞台来てくれますかただただクエナが棒立ちしてこうやって木になってるの、逆に面白いかもやけど。お天気キャスターさんはすごい頭いい方たちだよね。さて今日のお天気を紹介します。ってなっちゃう。木の役難しいんだぞって。木の役の方見たことあるの？あ、確かに。なるほどね、難しいんだよっていうのに笑っちゃダメなんだよって。確かにファンの方に笑われたくな、笑っちゃいそうやな。
とりあえずは7月8月でちょっと楽曲の方をいろいろやって、そういっぱいあるので、とりあえずは今の目の前のことにやな、女子力を忘れずに頑張ります。トークは、って感じですね。スモールワールドは、スモールワールズやんな。スモールワールズは、7月22です。22日。で、そこでなんかフィギュアも作れるみたいなんで、フィギュアも作ろうと思ってます。なので、ちょっとギター持ったフィギュアをさ、もう作れるって言われたんで、ギターのフィギュアを作るので、ある意味ちょっと一個、グッズが増える。初めて行くので楽しみです。メダル収集人さん、フォローしましてありがとうございます。そう、スモールワールド、スモールワールズさんってフィギュアみたいなやつがあるやんか、それができるんだって。そう、値段いくらぐらいするんだろうね、高いのかな。なんかクレナも作ってもらうだけ多分お金かかるからさ、いくらぐらいなんだろうと思って。でもこんなちっちゃいよね、多分高いのかな。分からんね。まあでもせっかくの機会なので、ちょっと私も作ってみたいって思って、作らせてくださいって言ったんやけど、ユーナのフィギュアは額に座ってます。見よう。かけってたくさんありそうやけど、楽しみ。トークとかもあるので、ちょっと楽しみにしててください。スモールワールズさんにも置けるって言ってた。で、なんかファンの方用にもそれが販売できるみたいな。なんか受注になるのかなみたいな感じやった気がする。ね、どういうポーズで撮ろうか迷うんやけどね。タイマーさん、お仕事頑張ってね。打ち合わせまた待ってます。え、1万とかするしないよ、絶対。そんなするのかな。すっごいなんか80分の1、80分の1って1センチってこと。そんなことないか。 3D プリント、35分の1。35分の1センチ。全然分からんの大きさ。35分の1でしょ。ん、全然分からない、バカ。今月のオンライントークやりましょう。まあ、なんか月末らへんがいいかなとかは思ってるんですけれども、
てるヤクザさん、なんだっけ、単独ありがとうございます。振り替えは、振り替えのところをね、ちょっとまああの今週中ぐらいでファンクラブ配信しようかなと思ってるんですけど、そこ一回ファンの方と決めようかなって思ってて、そうだからなんかもうその時出れないってなっちゃったら、まあ、とりあえず6月のやつは7月のやつで振り返できたらなって思ってるんですけど、まあ、誰が名前買ってるかは把握済みなので、できてないかは、2名できなかった方がいるので7月のやつでやろうかなとは思ってるんですけど、その7月からのやつが結構ね、振り返とか出れないとかがなんか難しいから、じゃあそれじゃない何かとかを、それをちょっとファンのクラブの方でみんなと打ち合わせできたらなと思ってます。そう、7月じゃあ6月できなかった、7月もできないってなったら、じゃあいつするとかなってきちゃうから、だったらもう決まりで、じゃあその時間できないってなっちゃったら、そう毎回振り返りがね結構大変になってきちゃうから、そうそうそう、もうこれ今回できなかった方はこの特典になりますよっていう感じでやっていこうかなと思いました、前回のやつで。ポングさんハートありがとうございます。なのでちょっと今週中に日付とファンクラブ配信で日にちと、あとそういう振り返りじゃなくってできなかった時をやりたいと思います。撮影タイム、ワンマンの時とかやってできるけど、その対バンとかでやってる人いないよね、なかなか。ハッカンパありがとうございます。でもこうしてほしいこうしてほしいとか全部をね聞くことはできないんですけど、申し訳ないけどないんですけど、そういうねご意見とかもいろいろ考えて動けてたらなっていけたらなと思ってますので、さ対話はね多分できないですよね。でもなんかライブ見て7月1日ぐらいからその時だけのその時に撮ったチェキをさ販売するようになったんやけどさ、対バンとかライブって何もなかったら何も残んなくなっちゃう、その思い出しか、なんか記憶の思い出しかなくなっちゃうからさ、だからそういうワンマンとかやって写真タイムとかあってもいいのかなと思います。ルイさんフォローしましたありがとうございます。初訪問ありがとうございます。ありがとうね、記念になるのいいよね。指名で曲提供とかしたらね、頑張ります。記憶の思い出も十分大切です、もちろんもちろんめちゃめちゃ大事。さあちょっといつの間にか44分になってしまったので、そろそろ終わりますか。ではではランキングに移りたいと思います。13位でんレイメンツさんありがとうございます。12位ムムさんありがとうございます。11位 K さんありがとうございます。10位香港の KK さんありがとうございます。9位葉っぱ部長さんありがとうございます。8位丸さんありがとうございます。7位しげちさんありがとうございます。6位道丸さんありがとうございます。5位ジントニックさんありがとうございます。
よーい、はやちゃんありがとうございます。さーい、みーたさんありがとうございます。にー、わかいさんありがとうございます。いちー、ぼんぐさんありがとうございます。ありがとう。くろのさん、たこさんありがとう。たこ、たくさんありがとうね。ではまた直近で言ったら、でもファンクラブ配信になるので、まだファンクラブ入ってないよって方はぜひ入ってもらえたら嬉しいです。ファンクラブに入ったら毎月のカレンダーやったりとか、ワンオンワントークやったりとか、まあ、そこはあの個人的なやつは送れないんですけれども、あとはそのオンライントークとかできたりとか、いろいろあるのでぜひお待ちしてます。では皆さんありがとうございました。ゆっくり寝てね。明日も頑張ってください。またね、おやすみなさーい。またね、バイバーイ。